皆さん、こんにちは、マサでーす。って感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、今回も一発目からね、吉岡里帆ちゃんニュースをね、まあ、やっていきたいと思うんですけども、週1回ぐらいにはね、これ、里帆ちゃんニュースをやっていかなくちゃね、溜まっていくからね、いろいろご活躍されてますからね、まあ、キンキンのやつで言うたらね、4月の24日にね、あの映画、怪物、亀梨さんと七尾さんと出てたね、あれがもうレンタルが始まったよって感じでね、映画見てなかった方はね、今回どうでしょうかって感じなんですけども、なかなかね、スリリングなね、映画だからね、まあ、お化けも出てこないからね、ちょっとサイコパス的な、サスペンスだからね、結構面白く見れると思いますよ。そしてね、ちょっと申し訳ないんですけども、これアップする頃にはね、ちょっと終わってるかもしれないしね、ちょっとこれも見れない方も多いと思う、多いというか、まあ、いると思うんですけども、BS のね、TBS でやってる、僕の住んでる奈良をね、ご紹介してくる、奈良不思議旅図鑑。これがね、また4月の24日にね、また放送されてね、今回はね、阿部の門寿院っていうお寺に行かれてね、桜井にあるところですね、三人よれば門寿の知恵っていうこともありますけども、そのお寺に里帆ちゃんがね、ご紹介してくださるみたいなんですけども、ね、それからね、まあ今ね、地上波で見れる、動画っていうかね、こういうのお仕事はされてるのは何個かあるんですけども、動いて見れるのはね、ちょっと難しい、理想的本箱。これがね、この前もやってたんですけども、この前何やったかな？勇気が欲しい時に読む本。まあ大体ね、いつも毎回3冊ご紹介してくださるんですけども、毎週土曜日ね、夜9時からやってるんですけども、この前はね、そうだよ。勇気が欲しい時に読む本だな、この前は。それで今度の4月27日は、もっとお金が欲しい時に読む本っていうのがね、こういうテーマに合わせてね、ご紹介してくださるんですけども、これね、いろんなね、番組へのお便りっていうか、お問い合わせみたいなのはね、各図書館、皆さんに住んでる図書館とかにね、そういう応募するような用紙っていうか、そういうふうなのがあるみたいなんですけども、そこはちょっと僕はね、図書館ね、そこはチェックしてないんですけども、あとはね、番組ホームページからとかでもできるのかな、こんなの取り上げてくださいっていうやつね、そういうのでまたね、いろんなんで、ゆりほちゃんに呼んでもらえるっていうのもあるからね、まあ、それもまた応募したい。とかしたいんですけども、ちなみにこの再放送もやっててね、お昼なんですけども、この木曜日のお昼に2時35分か、まあね、あまり見れない方もいると思うんですけども、今回ゴールデンウィークどうなんかな、いつも通りすんのか、ちょっとその辺は微妙なんですけども、だけどね、これからもっとリホちゃんをね、見ていきたいなーっていう感じなんですけども、まあ、りほちゃんニュースはね、キンキンのはこんな感じなんですけども、なんで、そして今回のね、まあ、メインの動画、パート1ね、これね、前から出てるこのソルジャー人形ね、可動式のこの人形ね、これもね、まあ、これでもまだ動く方なんですよ、これね、この軍曹ね、勝手に軍曹って名前つけてるんですけども、あとはね、これあと4体ね、まだどっか、まだ探しててね、どっか行ったんですけどもね、多分どっかにいると思うんですけども、そんな感じのやつとかね、これパラシュートのやつですね、こういうチープ系のね、おじさん人形っていうのはね、これよう動くんですけどもね、肘も、これが一番、ね、首も動くしね、この足もこう、曲がってね、できると思うんですけども、これは普通のおじさんですね、これはスターウォーズのやつかな、こういうおじさんのやつ、フィギュアがね、結構、集めてるわけじゃないんですけどもね、面白いなと思ったらね、いろいろ買ってたらね、増えていってたんですけども、そしてこれがペリーですね、ペリーのね、ちょっとピンタ、これよくできてるんですけどもね、これ幕末シリーズなんかのね一つだったと思うんですけども、それで伴って今回はね、新しいねおじさんソルジャー人形みたいなのね、ちょっとチープっぽいのはね、だけどその割にはこれぐらいね、肘もね膝もねよく動くやつをね見つけたんですよ、多分これと同じぐらいのサイズだと思うんですけども、それをね、ご紹介していきたいと思います。というのもね、これ買ったのは、
通販の、アリエクスプレスやったかな、アリエクって言われてるのところなんですけども、前はねシーンで買ったカバン買ったんですけど、今度はおもちゃ買いました。こんな感じでドンって感じね、こんな感じでもう送られてくるんですよ、箱なしバージョンと箱ありバージョンとかあるみたいなんですけども、これはもともと箱がなかったんなんだけど、だからね、ここ開けていきたいと思いますけどね、いろんなもフィギュアとかもあったんですけども、こういうチープ系買うにはちょうどいいって感じの、ネットサイトですね、でまだ開けてなかったからね、今回はどんなか開けてみようかなと思って、思ってたやつとちょうど同じっていうか、まあ、ちょうどね同じやつが出ましたね、同じやつが出ましたなんていうか、まあ注文通りのやつが、やってきました、今回はねこのヒゲのおじさんをね、選びました、首も動いて、これ動くだろ、それでこれ、もうあらゆるか場所が動くって書いてある、これ手首は動かへんなんだけど、手首だけどなんか持たせられるぐらいのね感じにはなってますしね、そしてこれはちょっと銃を持たせるような感じになってるのかな、こっちは手は、それでこれね股関節もあんまり後ろは行くな、結構後ろも前も、それで膝がこれ曲がるからね、車とかいろんなバイク系とかにもまたがせられるかなと思って、それでちょっとねあんまりまあそんなにだけどね、チープ系と言いながらそんなに言うほどゆるゆるでもないし、なかなか、だからこれと同じぐらいかな、ちょっとちっちゃいかな、このソルジャーのとね、これね、今回のこのね、ヒゲのね、感じのやつ、おじさんがいいかなと思ってこれを買ったんですけども、またこれもね、また後ろのメンバーのところに入れておきたいと思うんですけども、まあ一応これは、ソルジャータイプって書いてたからね、いろんなよく動く、超動く、フィギュアって感じ。これでいくらやったかな、これは。これそんなに高くなかったと思うんですけどもね、こんなん買いましたって感じでね、これでいろいろまた遊べるからね、こうガシガシ多分いけると思う、中国のサイトのやつかな、これはアリエクっていうのは。だけどね、なかなかまあ稼働はそんなにね、もうパチモンもクソもこういう風な感じのやつですからね、ちょっとうさんくさい感じのあれなんですけども、まあいろんな種類があったんですけどね、これを買いました、どんって感じね、立つかな、ちゃんと、いやーって感じね、こんな感じのやつを、今回はねアリエクってところで買ったんですけども、みんなスターウォーズのやつと大体ちょうどもちょっと大きめかな、このスターウォーズのこれね、あんまスターウォーズ詳しくないんですけども、このね、この顔がねライオネル・リッチーみたいな感じで、それが気に入って買ってきたんですけども、どんな人がねスターウォーズのどういう役割の人かもよくわからないんですけども、これは前ね、これは多分探検隊のおじさんを改造したんですね、とソルジャーに、アメリカ兵にね、だから顔はちょっとチープっぽくね描いたんですけども、これと同じぐらいの可動域ですね、だからねよく動くやつを探したんですよ、この軍装みたいな感じでね、これ肘とか膝が曲がらないやつだとちょっとね車とか乗せられにくいなと思って、大きさ的にもこれちょっと大きいからね、こんなんをゲットしましたって感じで、なかなかねワイルドだろうってスギちゃんだぜってみたいな感じのね、感じのワイルドおじさんですね、とあとはね、今日の吉岡里帆ちゃんやっていきましょう、ドンって感じね、今日の吉岡里帆ちゃんはこちらでございます。はい、今日の吉岡里帆ちゃんはね、これ選んだのはね花柄、ということでこちらを選びました、花柄のね水着でね、多分ね、次何を買ったものをご紹介するかと申しますと、はい、いつものパターンというかね、この前いつこご紹介したかな、またメルカリのやつです、定番のね、最近ね3枚セットのやつがよく出てるんですよ、ドンと感じでね、こちら、またね買ってきたんですけども、同じようなね
封筒に入ってやってくるんですけども、それでまたね、いつものメルカリチェックをして、はい、こんちゃんの届きましたよって、備品ですか、どうですか、っていうのをね、やったんですけども、うん、これもね、一応ね、また、規制かからないように、一番、大丈夫そうなやつを一番前に持ってきたんですけども、どんって感じでね、うん。まあね、これセット売りだからね、なんか1枚でも欲しいやつがあったらね、それをね、うん、ポチってまうんですけどもね、3枚セットっていうのが多かったです。うん、いい、3枚でね、だいたい、まあ、いろんなバージョンもあるんですけどもね、うん、500円のやつもあるし、1000円のもあるしね、うん、今回このリホちゃんと、あとはね、ちょっと、あと3枚ちょっとね、ちょっとね、やばいんじゃないかなって感じなんですけど、うん。こんな感じなんですけど、一応顔だけね、見せていただこうと思うんですけども、うん、そしてこの2枚は多分水着で、これが欲しかったんですよね。まあこれもこちらも良かったんですけども、こちらはどうやったかな、うんうん、あこちらもなかなか良かったんですね、うん、このね白水着バージョンの、リホちゃんなんですけども、うん、でこれはねだからあれあここのねあれですわ、うん、これですわ、うん、こちらのこれとねこれの、生写真というか写真の、バージョンですね、うん、それをねゲットしました、うん、大きいリホちゃんとねちっちゃいリホちゃんがねゲットできたよって感じなんですけども、うん、だからこの前からね一応気をつけてやってるせいかどうかわからないですけど、まあなんとかね、18歳以上のしかダメだよっていうのはね、規制かからなくなってきたからね、うん、ちょっと安心してるんですけども、うん、だから気をつけていきてね、またこれは、いずれまでね、ショートの方とかでもね、アップしていきたいと思うんですけども、うん、まあ、1枚ぐらいだったらね、どうかわからないですけどもね、今日の吉岡里帆ちゃんとかでもね、ご紹介もできそうかもしれないのでね、うん、またその時またお楽しみにしてくださいって感じなんですけども、うん、今回はね、この、今回3枚、ゲットしたよという、お話と、うん、顔のアップもよろしいですけどもね、うん、あとはね、こちらの、おじさんソルジャー人形をね、ゲットしたよっていうお話でした、うん、ちょっとね、ヒゲのね、バージョンのやつがね、欲しかったからね、うん、買いました、うん、このチープさが何とも言えないんですけども、うん、という感じで、また、次の動画でまたお会いしましょう。では、おじさんバイバイでお別れです。それで、では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。では、またね。いつもありがとうございます。朝でした。